楽観作ったのって盆栽級の、オリジナル鉢を作りたいです。作りましょう。お二人に作ってもらえたら嬉しいなっていうコラボ鉢ですね。この楽観をした鉢を皆さんのお手元に届けたいなと。東寺園フェス、東寺園フェスに間に合えば、間に合えば視聴者プレゼント、視聴者プレゼントもしてもいいかもしれないかなっていう値段はそんなに高くないものがいいのかなっていうところで、ちょっとオリジナルバージョンじゃ作ってもらえるってことでよろしいですか、はい、お二人。はい、大丈夫です。はい、はい、ね、粘土ね、これ粘土、粘土がこれは茶色い赤い土、この粘土、この焼き上がりの粘土、はい、でこれがガス釜、電気釜だとこのぐらい、あ、同じ土で色はこんなに変わる、うん、これはガスね、こっちが電気ね、今日使うのはこの茶色い、茶色いこれだ、はい、これから実際に大河橋を、そうですね、大河先生に、いや、はい、さっき言ったようにろくろで作るのと今から自分作るこういうやつなんですよね、はい、いや、自分で手でひねって作るんですけど、うん、あと型鉢っていう、はい、まあ、大体3種類、自分は手でやります、そんな量使わないんで、でこれで空気が今入ってるんで空気を溶かすために、あ、すいません先生が助手になった引く練りでやっていくんですけど、でも自分はそんなに普段あんまやんないからそんなうまくないんですけど、菊の花になるように練っていくやつですね。そうすると空気、こういう模様ができる、これが菊練りって言うんですけど、でこうやって練って、音取れるかな、音取れるかな、たまにね空気抜けるときプチって、でそのプチっていう音がなくなったらもう空気が抜けてますよって。なるほど、あ、今プチって、うん、ね、今まで何回ぐらい来たの、結構作ってるでしょ、2年近いね、2年経ったか、うん、大きい売店の前に来るね、そうなんです、作るときでそれに合わせて、うん、で、うん、去年は多分夏場とか来てたと思うんですけどよく、でも、うん、その浅見さんが、うん、足をちょっとあれってからはやっぱ水やりがあるのでなかなか出てこれないっていうのがあります、うん、来るたんびもう売れちゃってないんですよ、そんなこと言ってないそんなこと言ってないです、もう在庫ないんですよ、ダメですね、本当に作んないと、売れる、売れるよね、売れるのはやっぱ植え替えるのもね、うん、相当ですから、使っちゃうので、だいたい抜けたらまとまらせて、なんつうの、の形は円柱、円柱っていうんですね、うん、円柱だいたいで作っていくんですけど、最終的に自分ひねるんで円柱の大きさとかをこだわってなくて、だいたいでいつも塗ってます。最近開発したんだけど直されちゃった一からやり直した手つきが滑らかの、ああなるほどね、塊を伸ばすとさここがへっこんでいくじゃん、うん、でここを最初から尖らしてくるね、尖らしてるんですか、先端こうね、ピーナッツみたいな、これを伸ばしていくと真ん中がへこんじゃうのね、うん、へこむ量を先に出しとけばこんなもんだよね、そんなもん、したら本当だ、早い、ここがペコってへこむとへこんだ分が無駄になっちゃうじゃん、そう今までだと切り捨てるんですよ、転がしてるとこう広がっちゃうんですよね、うん、どうしても中がどん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 へこんじゃって生地がどんどん伸ばしてるからその分外に行っちゃうから、これを伸ばすと真ん中がへこんでいくのね、ほんとだ、へこんでいく、どこが無駄になっちゃう、この高さ、なるほど、そのうちにとんがらかしておけば最後にドーンすれば、うんうん、バツだ、無駄がなく、うん、そう、板状のこれはオリジナルな商品みたいなんですよね、なんか名札を立てるやつ、札を立てるやつに刺してる、うん、その木を買ってきて切って刺してると、うん、穴を開けて、でこれを別に作らなくても1枚1枚作る場合はこれの板が両端にあれば綿棒で生地をペタッと置いてこうやってやれば同じ厚さのやつが、均一の厚さのやつができるんで、それでも問題ないです、あ、すいません、
この厚さも均一に大体切れます。これは石膏ですよね。石膏コップでも紙コップでも何でもいいんですけど、それに石膏を流して固めると型ができるっていうか、コップの、まあ、周り削って滑らかにして、でそれを肩代わりにするというか、まあ、ちょっと作るんで言葉で説明してもらおう。内型っていうね。内型、これがだから鉢の内側の、うんうん、大きい鉢の内側。これ今ここから取った粘土だよね。あ、そうです、まあ、これ何でもいいんですけど、余った粘土、さっき切ったやつの余った粘土もいいんですけど、ね、それで固定させて、固定用の濡らして、そうすると活着するんで、乾くと粘土って、そう乾かしちゃう、乾くと1割5分縮むのね、うん、1枚これ剥がして、これ4mm、この厚さが、はい、4mm の厚さです。このテンションがかかるときにずれちゃうんで、ギコってやってからスーッとやると、この厚さの板が、均等なやつの層ができますね。こういう、はい、できたら、これガーゼなんですけど、はい、このままこれにくっつけると、これにくっついちゃうんですよね、うん、この時期に。あ、だから鉢の内側ちょっと網になってたんだ。そうです。なんで、これ入れて、これを噛ませるんです。で、またこれで手でやるとこれもくっついちゃうから、この上にまたガーゼ乗せます。はい、だいたい均等に。これで、その重ならないように、強くやるとこれがこうグニュって重なっちゃうんですよね。そうすると、そう良くないんで。ガーゼの方が重なっちゃう。そう。で、良くないんで。これで大体伸ばしていきます。こういう大体形状できたら、このままだとあれなんで、こういうひびとかもあるじゃないですか。まあこれはこうやっちゃえば別に問題ないんですけど、このままだとハチじゃないんで、これでトースカンを使います。大体合わせて、これで線を変えていくんですよね。こうすると。そうすると均等にいくので、これはカッターですけど、刃を潰したんか。ね、ヤスリかなんかで刃潰したんで切れないんですから、でこれでこう切っていただいて、はい、これで切れながら回すんです、ね、そうするとこういうふうに綺麗に、うん、取れるんで、でこれに足をくっつけると、その切りっぱなしのこれですね、こう、うん、縁がこう切りっぱなしの、はいはい、こういう形状の鉢ができるんだ、うん、まず足だけちょっとつけます。この線ありますよね、これに合わせて3箇所、なるほど、うん、だいたいつけたら、でここで足を高さは合う？これがね、感覚ですね、ここは。で、後でひねるので、そこで高さ合わせるって感じですか、ね、ひねる、うん、あの縁を手でつまんだりとか、修正は効くので、そこでやる。で、やっぱりきっちりした鉢はやっぱ作れないですね、このやり方だと。ろくろとは違うんで、ただそれが味だと思うんで、手びねり風っていうんですかね、こういうのは、うん、そこまできっちりしなくていいのかなと思ってます。で、こうできたら、足がだいたいこれで完成なんで、ここでもう一回落款をしちゃいます。せっかくなら、うん、両方してる。ああ、はい、Q さんのこの防災級落款を作ってきたんで、はい、これダブルネームにして、はい、はい、わかりました。つけましょう。これがまず自分の、はい、落款場じゃないですけど、で、ここに一回押します。これのも押してよ。あ、じゃあみんなの押そう。ちょ、待って、8000円ぐらいで、そんなのゆっくり押して、くちゃくちゃって、ゆっくり押して、くちゃくちゃって、あ、こんな感じ。どうしよう、いいじゃん、なんか記念鉢って感じ、うん、今日がみんなの記念日だ。これで一旦これは取っちゃうんですよ。ボコボコする、ボコボコバージョンする。あ、ボコボコって、あの鉢の表面がボコボコしてるんですよ、うんうん、あ、見たい見たい。企業秘密、企業秘密じゃない、違う、一回取っちゃったから。
ボコボコしづらいなと。これで普段ボコボコしてるんですよ。よく削ってると思われてると思うんですけど、うん、そうじゃなくて、このなんこれ何の道具なの？そういう道具らしい。うん、あ、そうなの。鉢のやつでこっちでボコボコしていくんですけど、これ厚さが結構ね、厚めに作ってあってそんな伸ばしてないんで、うん、このまま押すと結構もんすよ、うん、ちょっと今抜いちゃったからやりづらいけど、こうこう、うん、こうすると、これ結構だからランダムにやってる感じだ。そうそうです、もう決めてなくて。で、大体一周して、あと口の形成と内臓の形成は後で手で修正するんですよね。こうやってひねったりとかで、これで一旦これはここに置いといて、うん、後から後穴つけて、あの開けてやるんですけど、ちょっと乾くまで時間かかるんで。あ、乾いてから穴開ける。ある程度乾いてからまだ やっこいんでやりづらいんですよね。だから何個か作って5個ぐらい溜まったら最初の1個を、うん、穴開けながらこう形成していってどん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 作っていくんで、フラワーペタル、フラワーペタルっていう名前にフラワーペタル気になる方は検索、はい、だからこのやり方でやると、その誰でもじゃないですけど、うん、だ極端な話、石膏じゃなくたってこのガーゼ使えば切ったやつとかでもいいし、うん、こう丸めたやつとか、これ綿棒とかで生地をこう丸めたのをガーゼやっていただいて、こうやってギュッと押すじゃないですか。こういうのができちゃうと、そう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 、極端な話ですけど、でこうやって押せば、で伸ばしていけば、三層鉢なんかだったらこのままトース管で後つけて切らなくても、こうこう、例えばね、で後穴で開けて水吸いつければ鉢としては全然問題ないじゃないですか。でもしあれだったら、今これ入れてる時にちっちゃいの抜いて、で端をつければ3箇所ね、適当に、そうするとできちゃう。これのでかいのが、あ、それこれでやれば、あ、あ、それで作ったんですか。そう。でこの後の作業は、この後の作業はこれで今開けるじゃないですか、はい、で開けた後に素焼きをしなきゃいけないんですけど、うん、素焼きは今日だってね、1日じゃできないから。やるんですか。入れるとこでしょ。うん、焼くよ。焼くでしょ。だからでも今日中には見れないでしょ。今日中に焼けと言われる。できないでしょ。こういう小鉢は、はい、ほぼほぼその日に焼けちゃう。あ、そうなんですか。もうこの大きさとか絵鉢描くやつはちゃんと1週間乾燥させるけど、うんうん、ってことはちゃんと乾燥させた方が強度が上がるとか、そういうことなんですか。バレる可能性が減る。多分曲がるのと、あと穴開けるとその穴のところからひびが入るんだけど、この大きさでこの厚さだとかなり強度があるんで、うん、あ、結構大丈夫、うんうん、こういう小鉢に関しては作ったその日にもう焼いちゃう時がある。あ、作った時にね。だから量産できるんだ。だから釜積みしてとか隙間があるともったいないから、うん、ここに入れるものをその日に作って、でそのまま焼いちゃう時もある。うん、なるほど。大きいとその分乾燥まで、うん、ある程度1週間かかるかとか。でその素焼きをしてかけて、もう一回やる。でこれができたらですね、ある程度乾いてきたん でここから縁を自分はこう手でボコボコにしたんで、こう手をこういうふうにして縁を模様をつけます。こうやってある程度つけたら、こうやって切り口が滑らかになりましたね。縫ったらねじるって言ってたやつ。そうそうそうです、さっき言ってた。これ後穴開けるやつなんですけど、これをこうですね、こうやって切って、うん、そうです、あと穴専用のやつ、ね、で開けたらこの切り口がボコボコしてんで、手で滑らかにするとバリが取れるんで、でこうやってで完成ですね。だこれを別にこういうふうに模様をつけなくていいし、内側に入れたりとか逆に外に離したりとか、なのでやっこいんで潰せば細長く台みたく作れたりするんで、それはもうやり方次第ですね、うん、って感じです、うん、はい、という感じで、という感じです、はい、タイガバチは作られてると。そういうことですね。ありがとうございます、はい、タイガ先生。いえ、全然私もボコボコのやつやろうかな。
安定に引っ張りられない、うん、だから、なんだろう、ねじ込むように押すって感じかな。最初だけうまくやんなきゃよかったタグチさんのこれさ、あのさ、ここに置いておくよね。そうです、コラボバチ、コラボバチ、まあ喋れてないコラボバチ、何個か試作作ってみましたけど、ハンコがちょっと押しづらいんですよね、うん、足に盆栽球のマークが入ってるとかね、やつとか、あとは一つワンポイントで入れたやつとかね、ワンポイント入ってたり、そう、ハンコが作って、これちょっと気持ち悪いんですけど、これ写します、うん、これ別で押したのを貼っつけて、うん、らうん、そう、出っ張っちゃったんだ、気持ち悪い、気持ち悪い、こうでも一点物です、面白いと思う人がいるかもしれない。でこれはよく作ったクラマフ、まだ穴開けてないけど、脇とやって盆栽球、うん、ま、脇やったやつね、うん、こんなもんかな、他のこんなもんですよ、はい、はい、ここにもそれは先生の先生がこれはどういった意図が、なんだろうね、意図はないね、ないな、穴開いてないじゃないですか、うん、これはまだ試作なので、試作品なんでこういったものも作れるそうなので、こういうのでもいくぐらいね、あとこれ、これ僕こういうの作ったやつでしょ、濃い、濃い、気持ち悪いでしょ、目は可愛くしたんですよ、可愛いじゃないですか、あ、目可愛い、ちゃんと水はけもね、普通のやつより水はけいいですよ、ね、すごい、あ、ここに溜まるのかな、これいいじゃん、あ、まあここね、でも割とこっち側についてるでしょ、草鉢だったらいいじゃないですかね、苔、苔が口から根っこ出たらいい、口から根っこ出そうだね空いてるしね、私もいろいろ初めての鉢体験やらせてもらいました、先生の教え方が非常に分かりやすくて参考になりました、はい、また遊びに来させてください、はい、以上です、ありがとうございました。